こんにちは。今日の動画は5分メイクにチャレンジしてみたいと思います。5分だからマジでなんかいろいろ並べてるんだけど絶対粉全部使わないじゃん。やばいね、どうしよう。5分でちょっとどれだけ完成したように見せれるかっていうところだと思うからちょっと頑張ってやっていきたいと思います。どうしよう、どうする。で、使ったやつとかは後で紹介しますね。とりあえず5分ちょっとマジで頑張んないと。でも先月とかバイトばっかだったからその時とかギリギリに起きて超メイク早くなったの、私その時に。だからなんかいける気もする。いきます、ドン。はい、下地これめっちゃいいから、これマジめっちゃいいから。別に時間かかってるとマジやばいから。理由はチャックメイクしたように見えた。で、チーク。焼ける気がしてきたんですけど。で、ノーズシャドウ。こっちハイライトじゃん。
ました。え、待って、できたじゃん。ちゃんとできたんだけど、アイライナーとかは引けてないんだけど、これで出歩けるかって言ったら多分出歩けるくらいだと思う。マスカラも塗れたし、マイマスカラもできたし、やっぱね、ちょっとね、順番がね、良かったかなと思います。5分できました。じゃあ私の5分メイク塗ります。使ったものをね、紹介していくね。まずこれ、ピクシーの H2O スキンティントで、これは肌にめちゃめちゃ軽いの。本当に全然何もつけてない、保湿クリームつけてるみたいで、ナースのティンテッドモイスチャーライザーみたいな感じ。もっと軽い、これの方が。で、これはカバー力とかも相当あるわけじゃないけど、でも全然普段のメイクで使えるぐらいいいので、これ使いました。コンシーラーはキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーの C11番、明るい方を目の下に使って、暗い方をこういうニキビとかに使ったけど隠しきれてません。これは私のせい、隠しきれなかったの、時間がね。で、パウダーとか今日しなくて、チーク使ったのがアディクションのチークスティック6番のこういうピンク、この色のチークを使いました。これすごいね、伸ばしやすいし、色付きすぎないから、こういう急いでる時のメイクに失敗しにくくておすすめです。で、リップはで、ね、メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティック C の RD643 っていう、赤なんだけどちょっとローズっぽい色のリップを塗りました。これがね、すごいメイクしてる感じに見せたと思う。と、マイマスカラはケイトのアイブロウカラーのライトベージュ、明るい色。だんだん髪の毛がね、色落ちしてきて悪くなっちゃったから、これを先に塗って、ニックスのラブコントアゾールっていうこのパレットのこの眉毛の色、これを使って後でちょっと足しました。アイシャドウに使ったのはこの色、ブラウンをちょっとちょちょちょんってやって、マスカラは下地塗る余裕なかったので、このビッグショットマスカラをメイベリンのやつを使って終わりです。で、鼻のノーズシャドウとちょっとここら辺のシェーディングには、スリーコインズの MC スティックコンシーラーのこのシェーディングの色を使いました。この色です。こういうメイクになりました。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いします。それではバイ。